どうもお疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして即可塾限定動画をご覧の皆様、あ現在ですね、2023年1月6日の6時になりました。で、6時になりまして、ちょっと1時間半前のおチャート1時間を見ていただいてるんですけども、 これ反転ポイントが来たかなと思ったんですよ。で、私の場合はいつもこういうのはね、根っこからエントリーすることにしてますけども、えっ、ー、と、こちらにね、赤い線があるでしょ ?113 の110。これずいぶん前、半年前に引いた線なんですけども、まさにここにピタリ一致していたんですよ。で、こちらの方に下ヒを出しているってことは、陰線としてガーッと下がってきたんだけども、 このね、下冷によってそれが抑えられてる。その1個前もそうですよね。その1個前もそうですよね。下に行ってるはずなのに、下からも押し返してるわけなんですよ。ですんで、これは止まって、反転して、おしめになるなと思ったんで、私は今回11、1133-110で AM4 時半に入りました。で、1時間半ほど経って、今はどうなってるかと言いますと、こういう風になってます。えっ、ー、と、26ピップスほどの含み液を今、あ作ってくれてますね。 でここはね積み足にならなかったんですけどもまあでもちょっと期待していいかなと思いまして3平とか4平ができることを今待ってるんですよね、えー、その状態ですまあでも中級者の方はねこの辺りから入ってもよろしいかと思いますけども初心者の方はやっぱりここのネックラインを越えてから入るのがいいでしょうねここを越えたのを確認して倍で入るっていうのが望ましいと思いますのでもうちょっとね133の805まで待った方がよろしいかと思います あと、四五十ピップス上昇していったら、まあ、倍でエントリーすればいいんじゃないでしょうか。私はその頃もしかしたらね、えー、決済して、で、ここまでのロットの半分で追撃するかもしれませんけどもね。はい、そのような見通しでございます。えー、今後の値動きに注目してください。もしね、これ、次のロウソク足が陰線になるようでしたら、一旦決済して様子を見た方がいいと思います。レンジに入る可能性があります。それじゃあ、